おじいが戻ったら我々のことを話そうと思う。もう誰も二人を引き離すことはできない。源之助様、案ずるな。いつか皆も分かってくれる。長きにわたる伊賀甲賀総任の勤務解くことといたす。双方里の威信をかけて相戦うがよい。なぜ出会ったのか。殺し合うだけが我らの生き方ではない。なぜ戦うのか。今やおぼろ様は伊賀つばがくれの真の棟梁。もはやお前が思っているおぼろではないわ。我らはこうなる定め。源之助様と結ばれるのは夢の中のみ。諦めるな。定めとは俺たちが作るものだ。運命に翻弄された忍びたちの物語。この愛は終わらない。忍び。